終盤なんて、あれ、またひとつ。
狩りとかマジ気に入らねえ。キツネ的に侵略者どもめ、このまま耐え投げてくれよ。もっと、もっと。返します。叫べ。いきません。それ。
に行きましょう。マスター準備を。マスター準備を。マスター準備を。こ参ります。バリバリ乗ろうぞ。挑戦のクラゲ、あなたの魔力分けてもらいますよ。聞いてください、聞いてください。え、寄ってきた。金的、次の金的、懺悔しやがれ。これがとどめの金的だ。よし、一夫多妻巨星剣完成です。ハーレム展開なんて神が許してもこの私が許しません。汗かきました。たまには体を動かすのもいいですね。いえ、今回の相手が肉体派なので私も少しくらいは白兵戦をやってもいい気持ちになったのです。鏡をぶん回すだけじゃ剣だの槍だのにはかないませんからね。っていうか、敵にくっつかれたら一方的に叩かれるだけじゃないですか。なんで私今まで肉体面をおろそかにしていたのでしょう。そんなのもう使ってます。肉体強化とか常時使ってないと他のサーバントと戦いなんてできません。ご主人様、私か弱い女の子なんですから、そのあたりちゃんと憂慮してくださいね。冗談ですから。あんまり真剣に反省されると私も本気になっちゃうと言いますか。そうだ、忘れてました。ご主人様からアンケートを取ろうと思っていたのでした。いい機会なので
ご主人様の趣味趣向をリサーチしておこうと思いまして。ささ、軽い気持ちで答えちゃってください。そうですね。話は聞いてあげるべきですが、根本的には処罰されなくてはいけません。そうでなくては世が立ち行かぬ。お上もご主人様も大変正しい見解です。まさかこの項目に丸をつける方がいらっしゃるとは。しかも堂々とノータイムで。我が道を行くにも程があります。そんなご主人様に畏敬の念を抱きつつ、将来がちょっとだけ心配な私なのでした。はい、ご協力ありがとうございました。アンケートの結果はいずれ発送をもって返させていただきますね。それでは今宵はここまでにしておきとうございます。おさらばです。美味しそうだね。
ですね。バスエの神社の賽銭箱かと思いました。Oh!
なんですって？別に。